スのスマットは最後壊れちゃったんですかね。話しますかね、これ。僕これあんま話してないんですけど。話しましょう。なぜこう解散したのかっていうと、その風景って絶対に今まで見ることができなかったりとか、一緒に会議したんです、金曜日、はい、したら一番そこから電話が来て、五郎が逮捕されたって言うんですよ。今すぐ渋谷のセルリアンタワーホテルに来てって言われたんです。来週の放送どうするみたいなとかもそうだし、ていうか解散しちゃうのだから、うん、次の日名古屋でドームで、ドームですか、やるわけないじゃないですか、休止できないと。前日メンバーが一人ずつ入ってくる会議するために、でしたメンバーがそこでああだねこうだねああだねって言って、でコンサートやってニュース見たらみんなが頭下げてる映像が流れてだからすごいことになったなっつって僕は結果必然だったんじゃないかなって、歴史の上で、うん、メリーさんの直撃インタビュー、はい、あそこが起点だと思うんですけど、株式会社嵐の株式会社 TOKIO もスマップという犠牲があったからできてることだと思うんですよ。プロデューサー、そこが僕すごいと思って、ディレクターさんいろいろ知ると面白いんですけど、一切問題出てこないですからね。こんにちは、つまる経済の森の時間です。今日のゲストは鈴木治さんです。よろしくお願いいたします。もうね、ご紹介不要かと思いますけれども、日本を代表する放送作家だった、3月末に引退されたんですよね。VC 始めたらしいですか。ベンチャー投資を、スタートアップファクトリーゴーイングメリーという名前ですね、 2C 向けのファンド、スタートアップのファンドを今準備中で、多分夏ぐらいから始動って感じです。異業種の交流会をやったりとかしてたら、その中でどんどん面白くなってきて、はい、でアイデアも出したりとか、時にはお金も出すんですけど、なんかこう彼らとアイデア出しをしてることって、実は僕はテレビでやってることとあんま変わらないなって。なるほどなるほど。俺何向いてるかなって聞いたんですよ、やめたら。したらなんでファンド本気でやらないんですかって言われて、あ、面白いかもと思って、でスマップも一つのスタートアップ企業のようなものであって、それをこうプロデュースしてきたわけで、それでこう時価総額を上げてきたみたいな感じですね。まさにそうですね。番組が育つことって本当に会社が大きくなることだって、その辺の手当てってだいぶ進んでるんですか。32年間放送作家でしたんですけど、いざこうビジネスの場にポーンって出た時に、認知度高いから、いいねって言ってくる人いるですよ、いいねって言ってくる人いるんだけど、連絡ないみたいなのあるんですよ。そんなことあんまなかったから、この仕事してて、めっちゃ悔しいし腹も立つんですけど、でもなんかそれがめちゃくちゃいいです。自分の中でなんかそんな悔しい思いもすることないし、ざけんなよって思うこともあるんですけど、でもそのこの経験を本当に20年以上なかなかしてることもなかったんで、すごい。こうペーペーに戻る快感みたいなものがあるんですか。ペーペーじゃないですか、ね、なんか舐められてるからなんか、あ、舐められてんなみたいな感じがするんですよ、久々になんかこの感じが燃えますよね、やっぱり。治さんから見てすごいプロデューサーとか、だから人のことは聞いてみたかったんですよ。子供2冊にやっぱ共通してる人で、あまりやっぱ表に出てこない人で、飯島美智さんっていう人いるじゃないですか。もうスーパープロデューサーです。この人のこと聞いてみたいですよ。最後のテレビ論ではすごいテレビマンで挙げられてて、この小説後藤さんチラチラ見ました。見ました。ひどいですよ、これ仮名みたいにカタカナってますけど、ほぼ実名みたいな実名です。小説だって鈴木さん、飯島美智さんってどんな方かと、なんでその方すごいと思うのか、ちょっと教えていただいてもいいですか。飯島さんが最初にこう出会って22歳かな、で最初近畿キッズの番組で実は出会ったんですね。近畿キッズが東京 FM で、まだ彼が15歳、剛がどうも剛が15歳とか、で出会って、でなんかその旧ジャニーズが FM に進出する頃だったんですよね。その時に近畿キッズの番組で僕はもう尖りまくってたので、堂本光一がドラマで足立由美とキスするシーンがあったんですよ。でラジオで足立由美の唇はどんな感触だったのかっていう、いろんな食べ物を用意して、高校生のどんどんとこいつにそれを再現させるみたいな、ひどいことやってたんですよ。全然 FM に似つかない。その時に飯島さんが、僕は初めて仕事したんですけど、あの子面白いねっつって、
で木村拓哉の番組を彼がまだキムタクって言われる前に始めるって言った時に彼いいじゃんって言ってくれたんですよ、でそこから僕は出会ってもう自由気ままにとにかくクレイジーにやり続けるんですけど、まずあの人のすごいところは若い人をピックする能力、でスマップスマップって番組があったんですけど、一番組でだいたいああいうフジテレビの番組とかだと AD さん10人ぐらいいるじゃないですか、でディレクターも全員いるんですけど、飯島さん何がすごいって多分プロダクションの人で僕は飯島さん あんなポジションにいて飯島さんだけじゃないかと思うんですけど、一番下の AD まで名前言えるんですよ。で現場に来てスマスマな現場に来たら一番下まで言えて名前を言うんです。で何々何々って言うと緊張するじゃないですか、で一番下の子まで、コンサートに呼んで、で遠くで見てるんですよ、見てる感じを。でそうするとどうだったどうだったって感想を聞いたりとかして、で能力がありそうなやつのフックアップが早いです。でその僕も22歳の時に飯島さんにフックアップしてもらったんですけど、だからねあの人に感謝してる人が多いから、例えば佐藤柏さん、柏さんはもうスマップと仕事する時に箱戸辞めて、もうもちろん売れかけていたけど、間違いなく佐藤柏店を見に行くとスマップのアルバムコーナーが1個あるんで、柏さんはスマップのこうアルバムで1個多分絶対にステージ変わってるんですよ、だから飯島さんにめちゃくちゃ感謝してるはずなんです。最後までそんな新進系だった子にピックアップしてもらったってことですか。結構新進系だと思います、というか多分いろんな仕事はしてたと思うんですけど、自分の作ったアルバムの S マップっていうがあったんですけど、その時にスマップがプロモーション方法を書いてて、彼らの姿を表さないでアルバムには柏さんのデザインしたものだけがメンバーの顔は出てないですね。三角みたいな、そんな記号みたいな感じだったんですよね。いろいろあったんですけど、その時に柏さんのデザインしたものがその時から街中にめちゃくちゃビルボードで飾るっていう作戦を取ったんですよ、スマップは。それを取ったことによって彼ら5人が出なくてスマップにかかってるものっておしゃれだとかファッショナブルだとかかっこいいみたいなイメージをつけるんですけど、多分柏さんの作った作品の中であんなに街が溢れてたのって多分柏さんの中で初めてのはずだし、柏さん間違いなくスマップのアルバムで絶対に1個ステージが変わったはず、だから最後までやり続けてたし、と思うんですけど、だからそういう人がいっぱいですよ。そういう人がいっぱいいて若手の頃からフックアップされて、だから売れた人を使うんじゃなくて結構若手の頃からフックアップされた人が多いっていう、その見る見極める能力と、あとなんかこの掛け算のうまさ、例えばスマップがアイドルとして売れ始めた時に、アンアンのセックス特集の表紙やらせるとか、そういうなんかちょっと踏み出し方の掛け算が今となっては当たり前ですよ、だけどアイドルがアイドルって振りを一番うまく遊んでた人で、アイドル×セックスってダメじゃないですか、だけどそういうことをアイドル×っていうことの掛け算がめちゃくちゃうまかった人と思うんですけど、で僕はこの小説に書いたんですけど、一番僕がすごく思ったのは木村拓哉が結婚する時っていう、拓哉の結婚っていう章を僕は書いているんですけど、本当は結婚するって決まって東京ドームのライブが終わったら会見する予定だったんですよ、それが1週間早く抜かれてしまったんですね、でスポーツ紙に出た時に僕はたまたま、夜ホテルにラジオの収録が遅くなって泊まってて、で木村君も泊まってたんですけど、ホテルに呼ばれてすぐ来てっつって行って、もう新聞をバコンって投げられて抜かれたって言って、で今日会見するからって言ったんですよね。で1週間後なのに、普通大体これ1週間もう大体しらを切るんですよ、大体常套手段としては、で何もないっていうしらを切るのが普通なんですけど、もう今日会見するって言った時に僕も驚いて、えっつって、で木村君も来週じゃないのって言った時の、飯島さんが言った言葉が男らしくないって言ったんですね。ここが僕はね、もう今男と女とかって言うんですけど、なんかこの男らしくない、なんか人間らしくないじゃなくて人らしくないとかっていう言葉でいろいろあると思うけど、男らしくないってところがあの人のプロデュースの根幹だなと思ってて、だからスマップってアイドルらしいとかタレントらしいとかそういうことよりも男らしいかどうかっていうところの基準が1個あったんだって思った時に僕はびっくりしたんですけど、そこのやっぱこう飯島さん自体は叩き上げの人なんで、
別に2世でも何でもないじゃないですか、うん、だからそこの目線と自分がかっこいいと思うかどうかとか、うん、男らしいと思うかどうかっていうところを線にしてたんだっていうのが意外とプロデューサーマネージメントがいないっていうところが驚いた。でその男らしいかどうかで決めてその日に会見してってやるんですけど、なんか自分が嫌なことは嫌っていうことをすごくはっきりするんですよね、うんうん、そこの感覚を前に押し出す能力はすごく高かったしびっくりしたなと思いました、うん、だから怒られたことも俺も怒られたことあるし、飯島さんが自分が発案したことで怒られたことめっちゃありますよ、うん、もうスマスマで香取慎吾君が特別編ってやつで毎回好きなことやるんですけど、はい、香取慎吾は立てこもりしたことある知ってます番組、いや、わかんないですね、結構当時大問題になったんですけど、はい、香取慎吾さんが立てこもってますっていうフェイク番組を一回作ったんです、はいはいはい、で飯島さんがそれ多分やりたかったんでしょうね、はい、まあ、僕も入ってましたけど、で枠を施設ご丁寧にテリー伊藤さんとかで作って、はい、結構世の中の人は信じたんですよ。今ラジオやってるスカイロケットカンパニーってラジオやってるヤシロって僕の後輩ですけど、その お母さんが「ひろゆき大変よ慎吾君が立てこもってる!」って言ったっていうので、もう大問題ですよ翌日。大問題なのに結構飯島さんも懲りずに、はい、何年かに1回結構大事件を起こすんですよね。でも例えば僕すごいなと思ったのが、スマップが一番わーっと勢いあった時に古畑任三郎対スマップっていう特番を作ったんです。ありますね、それこそ飯島さんモデルになってる、飯島さんモデルになってこの小説に書いてますけど、はい、それが古畑 vs スマップっていう時に、要はその仮名じゃなくてスマップなわけですよね。これ何が問題かっていうと、スマップが人を殺すわけですよ、うん、でもう当時めちゃくちゃ CM やってて、ドラマの中とはいえスマップという名前で人を殺すっていうのは結構タブーっていうか絶対ありえない、うんうん、スポンサーなんかも絶対そんな OK するわけないわけですよ、スマップは人殺すんだから、うん、なんだけどそれを僕はどうやったかわかんないですけど、面白いからっていう一点で多分企業も納得させるんですよ。あで視聴者30何パー取って結果面白かったって意見だけでなりましたけど、やっぱあれでスマップが最終的に正義のためとはいえ人を殺すわけじゃないですか、はい、で最後逮捕されますからね、うん、でもそういうことをお正月にみんな見たいじゃんみたいな、うん、なんか そのために面白いじゃんみたいな感じで、うん、やってたのがすごかったですね、あのドラマの中に出てるあの飯島さんをモデルとしてるは、うん、あれは本当の飯島さんによく似てるんですか。あれはやっぱさすが三谷幸喜さん切り込みましたね、あれいいところまで切り込みました、かなり似てます、はい、かなりいい感じですね、はい、確かにでも男らしくないとか言いそうな感じですよね、あのドラマの中で。そうなんですよね、だからその人としての感覚と、うん、こうアイドルかけるっていうところの掛け算のバランスが、うん、とてつもなく良かったですね、はあ、うん、なるほど。僕も何度も怒られましたし、はい、一度もピックアップされた人はこう長く使われるものなんですか。いや、そうでもないです、はあ、だから僕が辞めたことにもつながるんですけど、はい、ピックアップされて船から降りていく人もいるし、うん、嫌で、で落ちていく振り落とされる人もいっぱいいたし、うん、だから僕は振り落とされたくないと思って、うん、ずっと頑張ってきたんですけど、でも振り落とされたくないなと思って頑張ってきて、彼らがいなくなって自分で番組作ってたんですけど、だ全てが彼らに向いてたんですね僕は多分。他の番組もなんかテレ朝で番組頑張ったり他で頑張ってんのも多分彼らに向いてた。あけどそれがいなくなった時に自分の中での俺は何のためにメディアで頑張ってるんだろうっていう感じになってきたから、だからそれが辞めた理由の一番だと思います。あ、文字通りライフワークって感じですね。なんかね、自分の中でのメディアという意味では、まあ、本当に自分の中での人生の一個だったんでしょうね。彼らにそんな全部向いてた。でその後その穴埋めるために、まあ、テレ朝企画っぽいもの一生懸命頑張ったとおっしゃってたじゃないですか、うんうん、そこまで言わせるなんかこうスマップさんのこの何がそんな誘引力。単純にやっぱり見たことない景色を見せてくれる。例えば僕が出会った頃にはまだ彼らは例えばじゃあ一番最初にこう仕事して1年目で
アイドルで紅白の司会するってびっくりしたんですよ、単純に。今ではもう彼らがやった後は全てが当たり前になるから、ここも悔しいところなんですけど、若干24歳のアイドルが男性で司会するってすげえなみたいなところから始まって、うんうん、でもなんかその彼らが世の中を見込んで、視聴率もそうなんですけど、世の中のこうワーキャー具合とか、うん、世の中が本当に全部動いていく感じ、うん、なんか当たるとその分が動くとか、うん、例えばサタスマっていう番組で慎吾ママっていうキャラクターができたんですけど、慎吾ママで朝ごはん作りに行くなんてたかだかワンコーナーじゃないですか、うん、だけどその曲はミリオンで売れ、うん、CM やり、その時は慎吾ママって知らない人が世の中にいないぐらいのことが、たかだかバラエティの自分たちが作ったワンコーナーのキャラクターが、そこまで世の中に本当にミッキーマウスみたいな感じの存在になってたでしょ、あの時代に。だからなんかその風景って絶対に今まで見ることができなかったりとか、例えばその僕がこっちの方に書いてあるかな、なんか飯島さんに結構怒られたドスン上なんですけど、ゴロちゃんが、まあ、それもまたすごいですよ、彼ら事件多いから、はい、本当に事件多くて、ありましたね、だって俺その、ね、本当すごくて、はい、ある時フジテレビで会議したんです、金曜日、はい、したら一番そこから電話かかってきて、今すぐ渋谷のセルリアンタワーホテルに来てって言われたんです。いやいや僕会議中ですから今フジテレビで、ね、なんでですかって言ったら、五郎が逮捕されたのって言うんですよ。いや、はい、そんなわけないでしょってふざけてんのかなと思って、今なんて言いました、で五郎が逮捕されたから早く来なさいって言って、いやいや全く意味わかんないんですけど、で出てないじゃないですかニュースに、言ってそのうち出るからって言ってブチって切られたんですよ。でプロデューサーに会議中ですよつって、飯島さんに呼ばれて抜けなきゃいけないよ、お前会議中だろお前何言ってんだよ、でも事情言えないですよね、めっちゃいい声でコロちゃんが逮捕されたらしくてそんなわけねえだろちょっとテレビつけといてもらってそいつ出るらしいんでって言って、そっから抜けたんですよね。で抜けたら本当にニュース速報で出るし、本当だと思って、そんなだってあの時突風ですよ、はい、突風吹いてて、うん、時に国民的グループので、まずその金曜日だったんで来週の放送どうするみたいなとかもそうだし、ていうか解散しちゃうのとか、うん、で翌日名古屋でコンサートになったんですよ、はい、話しますかねこれ、もうこれあんま話してないんですけど話しましょう話しますからこの本買ってください買ってよマジで、はい、本当に買ってよこっち、本当に話しますから、これはこっちの切った話なんです。切った話があって、文章にすると強いなと思って切ったんですけど、その時に、セルリアンタワーに行ったんですよ、はいはい、金曜の夜、金曜の夜セルリアンタワーにも電話がいっぱい置いてあって、はい、で、そこに飯島さんとレコード会社の人と、で、俺と、あとマネージャーがいたんです。で、えって言ったら、まあまあ全部事情がつかめてないんですよ。でなんで渋谷のホテルだったかっていうと、渋谷署に捕まったから。ははは。でゴロちゃん渋谷署に捕まったっつって、それで待ってたんですよ。で次の日名古屋でドームなの。ドームですか。やるわけないじゃないですか普通、うんうんうん、でやらないっすよね、うん、って言ったら、それがやらなきゃいけないらしいのよって言わないいけない、嘘ですよそれがやらなきゃいけないみたいな、はいはい、中止できないと前日で、お4人でですかっつって、でそっからメンバーが一人ずつ入ってくる会議するためにどうするっつって、でこうやって一人ずつ入ってくるんですよ。でも入ってきて、みたいな、どうなってんのっつって、でも飯島さんは状況をつかむために渋谷署の前にこうスタッフが行ったりとか、分からないです情報は。でもうとにかく明日コンサートやらなければいけないから、構成も変えなきゃいけない、どうするみたいな、でも4人のメンバーはどういう反応だったんですか、みたいな感じで、マジで何が起きたのみたいな、でも意外となんか焦ってないんですよ、大変なことになったねみたいな。で明日のコンサートやるのもまあやるかぐらいの感じなんですか。そしたらリーダー、僕リーダーって言うんですけど、はい、中居君のことリーダーって言うんですけど、はい、リーダーが遅れてきたんですよ結構。
あ、1時間以上最後に来たってことですか。最後に来たんです。はい、でいきなり入ってきた時の一言目が、はい、よしじゃあ五郎のレギュラー俺やるかさすが全然笑わないですもんみんな全然笑わない。彼は多分一個掴もうと思って、あ、よし五郎のレギュラー俺やろうかみたいなって入ってきたんですけど、はい、何言ってんだよみたいな感じでさすがにメンバーって言うんですよ、はい、そしたらメモをパーって出して、はい、今構成作ってきたからって言って、はい、で五郎抜きの構成作ってきたからなんかこれに何か意見ある人言ってって言って1曲目から全部構成作ってきてたんです。でその空いてる1時間の間全部構成作ってきて、こうでこうでこうでどう思う、じゃあこのトークなしでどう思うって言って全部作ってきて、それでしたメンバーがそこでああだねこうだねああだねって言って、でコメディーコーナーがあったんじゃこれはこうでしょああでしょって言って、で構成ができて、でこっからその新幹線で行くともう多分記者がすごいと、どうするっていう話になって、うん、今から各自荷物を取りに行って、あの池尻のところに高速乗り口あるじゃないですか、あの池尻の高速の手前でみんな待ち合わせようっつってえ、路上でですか。路上ですよみんなでバン2台だったと思いますけど、はい、そのまま早くみたいなこと言って俺もみたいな感じになってみんなが家帰ってで荷物持ってきて、で本当にあれですよ、そのこのバンに池尻のあの高速の入り口の手前で、あの大橋の交差点のところですね、はい、あそこでみんな待って立って待ったんですよ。くぼんでるところで、それでバンに乗ってそこから車で4時間です。おで行って、で着いて、で翌朝になって、で飯島さん来れなかったな、で飯島さんはそのもうもしかして起訴されたらちょっと事件一個変わるじゃないですか、うん、あ、で飯島さん東京残るっつって、で俺は名古屋行って一緒に、で構成変わることとかで今来れなくて、でもすごくてもうニュースが当たり前ですけど、うん、でとんでもないことになって、うん、だけどもうグループがどうなるかもわからないからとにかくやるしかないっつって、うん、で着いたら今度はリーダー以外のメンバーがじゃあもうみんなこうしてこうしてこうしようよみたいな、もう速攻形作って言うの、うん、ですごいですよ、その時のチームワークと集中力が、できて、でとりあえず終わってコンサートになるんですよ。でももうみんな不安じゃないですか、なくなっちゃうかもしれないし、でその日コンサートやって、で頭下げたんですよ全員で、はい、でうちのメンバーがすいませんでしたっていう、こう、うん、頭下げて、で終わった後にホテルに集まって、でニュース見ながら、ニュースキャスター関口博士ニュースキャスターは当時あって、みんなでこうやって集まりながらこうニュース見たら、みんなが頭下げてる映像が流れながら、すごいことになったなっつってみんなで言って、で翌日一番ちょっとうわって来たのは、全紙のスポーツチーム全紙がもう4人が頭下げてる、はい、で次の日もコンサートやるっつってしたら、飯島さんから五郎ちゃん会見するからっつって、で移動するって言って、で僕はとにかく来てくれと、うん、その会見の時の言葉も含めて一緒に考えてほしいって言われて、それで僕は名古屋に行くんですけど、その時にもう本当に忘れもしないんですけど、駅に着いた時に飯島さんから電話かかってきて、その時に起訴じゃなくなったって言った時に、飯島さんがもう電話で号泣して、もうダメかと思ったって言ったんですよ。でもだからつまり起訴されてたら多分あの時五郎ちゃんもおそらくグループに入れなかったし、グループに入れないってなったら彼らのジャッジもあの時やってなかったかもしれないですよね。でもなんか飯島さんがただ一度本当にその僕に電話口でダメかと思ったって言った時に、ダメかと思ったなんて思わせてないぐらい気を張ってずっと仕事してたんですよ、うん、でもなんかあれで起訴されなかったおかげでよくて、で戻ってゴルちゃんとまた会見の感じの話したりとかして、でやったんですよね。でもなんか終わった後にそうするとまた
メンバーが移動する、このバスで移動してまた帰るって時に電話してきて、なんかすごいのがそういう時も絶対明るいんですよ。絶対明るくて、リーダーとか「ゴロどうだった?」とかって「お前なんか現場明るくしろよ」とか、なんかすごい言うんですよ。そういうとこすごくて、だからなんかそういうことを経験して今のはこういいとこもいっぱい見ましたよ、うん、いいとこもいっぱい見たけど、やっぱ彼らと過ごしててすごいのはとんでもないピンチじゃないですか、うん、日本のトップアイドルが逮捕されるってない事件をとか、まあ、もう一人その数年後に逮捕されましたけど、なんかその1回目のピンチって言ったらちょっと失礼ですけど、その前年に木村君が結婚したんですよね、うん、やっぱ28歳のトップアイドルの結婚ってあれで沈んでしまえって言った人いっぱいいるし、これでスマップ落ちろうと思ってた人もいっぱいいると思うんです。だけど彼らはそれをチャンスに変えて、それでこの本に書いてあるので読んでください。あのそちらがまず1年目があって、2年連続だ、2年ツアー一緒ついたんですよ、うん、ツアーついて2回とも記者会見に立ち会ってるんですけど、それででもなんかそういうピンチをチャンスって言葉がありますけど、それでまた巨大なものを生み出してきた彼らの景色がもう、うん、ただの番組を作ってるだけじゃなくて、なんかそこがどうこっから修復していくんだろうとか、で例えばじゃあ4人になったら番組が放送できないんですよ。だから4ヶ月間すごいいろいろこう作ったし、うん、だけど本当に彼らってすごくて、やっぱピンチはチャンスと思うから、いやこのままただ総集編なんかやめようぜとか言うんですよ。で総集編も仕方ない分総集編でやるんだけど、いやもうこのチャンスにこれでしかできないことやろうとか、うん、面白いことやろうっていうそこの根性がすごいですよ。だからなんか本当にある意味こうメディアとともに、メディアお化けですよね、なんか共に生きてきて、いやこれがあったらチャンスで面白いことできるじゃんとか、じゃあ今度4人になりましたって言った時に、今までリーダーは絶対料理作らないってポリシーだったんですけど、こうなったら自分が料理を作るっていうことをいかに面白くするかによって、ゴロちゃんが戻ってくるまでの間にここでしか見れないものを作るんだよって考えとか、なんか何が起きてもとにかく本当にメディアのお化けとしてそれが一緒に作れてったから、なんかねあの僕がそれと同じ気持ちになった時があって、コロナの時だったんですよ。コロナになって番組が作れなくなったじゃないですか。だけどその後にじゃあパネル立てて何やってとかっていう時ってめっちゃめんどくさかったんですけど、多分意外と制作者ってアドレナリン出てたと思うんですよ。テレビのピンチ、世の中のピンチでテレビのピンチでどう作っていこうかみたいな引き算で考えた人もいるけど、僕は足し算で考えたいタイプで、多分これってきっとあの僕はスマップで何度か経験したことがあって、だからコロナ禍が過ぎてアドレナリンがより出なくなったのは、だから自分が多分そういう経験を、まあ、コロナとは世の中違うけど、でもそういうような気持ちで同じ経験で何度もものづくりをしてたんだなと思ったんですかね。めっちゃいい話じゃないですかこれ。うるっとしちゃいましたよ。けど一個だけ聞いていいですか。だからそんなめちゃくちゃいい話の後でちょっとまあ聞くのもためられるはためられるんですけど、なんかその飯島さんのリスクマネジメントのうまさんみたいなってどこにあったんですか。確かにその五郎さんの次も、まあ、もう一人ミッドタウン事件みたいなのあったじゃないですか、でもなんか普通だったら結構いなくなっちゃう可能性もある事件じゃないですか、そのままイメージ悪くなっちゃうなみたいな、そこはどういうリスクマネジメントのうまさが。うん、でもそこを隠さない、隠さないと何ですかね、例えばいないから逮捕されたということをちゃんと、うん、その復活の方法の作り方から、例えば戻ってくる時のスマップの番組の作り方の、それ飯島さんもあるんですけど、メンバーが異常にうまいっていうところと、戻ってくる時の番組の作り方とかでやると、それが例えば、スマスマの歴代の中でも稲垣吾郎復活会って 30% 超えてる会なんですけど、その時の戻り方の雰囲気と、あと飯島さんがうまいのはあのそれ厳しいですね。その後稲垣吾郎という人に対してもちゃんとそれを踏まえて厳しくするし、翌年そのコンサートツアーで、僕は曲を作れって言われたんですね。曲を作れって言ったのは、それは、時間を止まれて曲を作るんですけど、吾郎ちゃんがコンサートに行ってそれを歌うたびにもう涙するような、自分が毎回申し訳ないことをしたってファンの人に思い返すような曲を作ってほしいって言われるんですよ。それっ
って普通しないですよね、うん、忘れてほしいと思って忘れてほしいし、次の年は次の年っつってイエーイっつって会って去年ご迷惑おかけしましたって言うんですけど、うん、でもそれって五郎ちゃんにそのことを言わせてる、かつそれをエンタメにしてるじゃないですか、うん、だからそこが僕すごいと思って、だから僕が飯島さんの中で怒られた結構トップの方で、その翌年にあなたはずっと見てたんだから、うん、稲垣吾郎のそれを曲にしろって言って、うん、僕は曲にしたんです歌詞で、うん、したら電話かかってきて、ふざけんじゃねえと、僕はさすがにちょっとこう気を使って少し緩めに書いたんですよ、こんなチャンスをこんな緩いものを作りやがってみたいな感じでめちゃくちゃ電話で怒られたんですで、その時の同じアルバムで牧原紀之さんが逮捕されて事件後に飯島さんがチャンスでこういう人がいい曲を作るんじゃないかっつって振ったんですよ。したら牧原さんが子供が生まれた歌を作ってきたんです、うん、で、それは木村拓哉の結婚の翌年で、あの人はあの人はまたクレイジーなんですけど、そのスマップというグループで子供が生まれた喜びっていう歌を、うん、多分木村拓哉がいるグループで歌したらいいんじゃないかと思って、うん、普通ダメですよね、うん、なんですけど飯島さんがその歌をめっちゃいい歌だったんだけど、さすがにファンのことを考えてやめたんですよ、うんうん、で、それを言って牧原紀之がねーっつって、このタイミングで子供が生まれる歌作ってきたんだぞって言って、なのにあんたのその日和ぶりはなんだみたいな感じでめちゃくちゃ怒られて、まあ牧原の時はボツにしたけどねみたいな、ボツにしたんかいみたいな感じなんですけど、ボツにしたんかいって言って、それで僕は反省して、確かにこんなチャンスをもらってね、そう、あんな事件のことを歌にできるってないじゃないですか、うん、作り手冥利なのに俺自分でブレーキかけてたなと思って、うん、それで作り直して時間を止まれって曲にしていいじゃん、うん、褒められたんです、うん、で褒められてよかったっていう話があるんですけど、ここにオチがあるのが、牧原さんはそこで締め切り直前だったんで、牧原さんはもう無理かもっていうことだったんですけど、はい、牧原さんがいやちょっと待ってくれっつって1週間もなかったんですけど、うん、その曲がボツになって新しく作ってきた歌が世界に一つだけの花なんです、うん、めっちゃいい話ですよ、すごいすごい落ちました、結局牧原の時が一番すごいって話ですなるほど、でもそういうところから、だってそれがなければ、牧原さんだから一回ボツられてなければ、うん、その曲が世に出てないから、うん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 、そうだからやっぱね、世の中でいろんなヒットが生まれたりとかって、はい、で何が本当に玉突き事故みたいなもんだと思うんですけど、何がきっかけかわからな い, という、あ、本当ですね、一つ一つの偶然の積み重ねみたいなですよね、そうです、偶然の積み重ねで、うん、あれがボツになってなければな、でも結果それは飯島さんのジャッジが全部要所要所で、うん、だってね、その曲が採用されて、まあ、採用されることはなかなかないかもしれないけど、だけどやっぱ、うん、まあ、でも才能ある人同士が本気でぶつかっていくからできるんでしょうね、それきっと、飯島さんだけでもダメだし、牧原紀之も多分、牧原さんも自分が逮捕されたって、うん、でアーティストやってたけど、でも牧原さんは確実にあの曲を作ってからシンガーソングライターとしても、うん、よりまたステージが変わったじゃないですか、うん、だからやっぱ才能ある者同士が本気でぶつかった時ってああいうことが生まれんだなと思いますかね。でもそういうことに振り落とされたくないから必死だったんですね、うんうん、後藤さんに戻す前に、そんな才能あった飯島さん、うん、でしたけど、まあ、今またご活躍ですけど、もちろんなんでそのスマップが最後壊れちゃったんですかね、そこは、まあ、あそこら辺にいる会社の人たちがまあちょっと一回報じたってのありますけどまあ、そのまあ報じる、まあ、事実だからそれはしょうがないじゃないですか、うん、まあ、でも そこにやっぱいろんな原因があったと思うんですよね、そこに至るまで、うん、なんでそれ壊れちゃったんですかね。やっぱそこはみんな大人になってったからっていうところがあって、うんうん、なんかこう、まあ、本当は理想はこれでね、株式会社嵐みたいのができたらよかったんだと思うんですけど、うん、でもあれって株式会社嵐も株式会社 TOKIO もスマップという犠牲があったからできてることだと思うんですよ、はあ、うん、でも本来は多分ああいうことが絶対にできるべきだったし、できたらいいと思ったんですよね多分。で、文春に出たじゃないですか、その
メリーさんの直撃インタビューして、はい、飯島さんが呼ばれてみたいな、多分あそこが起点だと思うんですけど、全てのでもああいうことがあって、うん、会社のこの内紛的なものがああやってこう無臭に出たりとかするのが一個のスタート地点だとするならば、でもその中でああいうことはかっこ悪いよとか、うん、よくないじゃんと思う人も当然いるわけで、うん、だ本来はそこから多分株式会社嵐みたいなものがスマップでできたら理想だったんだと思うんですけど、でもやっぱりこうみんな年を重ねてきて、うん、いろんな考え方があったりとか、うん、あとまあスマップの犠牲があったからいろいろ変わってきたと思うんですけど、やっぱ芸能事務所というやっぱ圧倒的なパワーとされてたものがあの頃はまだ変わらなかったから、うん、なったのかなと思うんですけど、でもやっぱり僕自分の中で結局まあ、こんな本書いて絶対怒られるですよ。もう絶対よく思ってない。だってテレビ局が全部スルーするし、うん、あのテレビでランキング番組でこれ3位になったんですよ、はい、3位になって鈴木治もう明日が待ってるっつってスマップのスの字も言わないですよランキング3位になったの、はい、そんなことあるっていうぐらい無視するんですよ、うん、あそうですか、うん、でもなんかやっぱり それ今でもだけど、うん、でもそれでも変わったなと思うんです、うん、テレビ局とプロダクションのバランス、はい、さっき言ったみたいに、けど彼らのなんかなんでああなったかって言ってファンの人はすごい嫌かもしれないけど、僕は結果必然だったんじゃないかなと思って、歴史の上で、うんうん、あの信長が殺されることもねっていうふうに思ったりとか、いろんな事件が必然だったんじゃないかなと思ってて、やっぱこうあれだけのスーパーグループがこう1996年の4月15日にスマップスマップって番組ができて、そこまではゴールデンプライム帯で旧ジャニーズとか男性アイドルが冠番組をやったことはなかったですね。あ当たったことがなかったです、うん、それによって彼らがテレビ誌を変えたんですよ、うん、テレビ誌を変えたことによってどんどんその男性タレント旧ジャニーズの人たちはテレビに本格的に進出していったんですね、うんうん、それによってやっぱり今までは歌手だったけどテレビタレントになったんで、うん、それによってこうテレビ局とプロダクションのバランスが変わっていった、うん、でそれを彼らが望んでなかったとしても結果それがたまに言われるメディア支配と言われるところになってってしまったかもしれない、うん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 、だから彼らが歴史を変えたんだけどそれによって変えた事実によってプロダクションがより強い力を持っていき、うんうん、最後に自分たち の放送、うん、謝罪放送というあれが成り立つのってテレビ局の力が強かったらあれやれないじゃないですか。確かに、うん、事務所側ではコントロールできないはずですからね。そうなんです。でも事務所が本当はコントロールしちゃいけないじゃないですか、はいはい、メディアを、はい、なんだけどあれがあったっていうのは自分たちが成功したことによって、うん、そのバランスが変わって最終的にそうなってしまったっていう、うん、なんか、うん、面白いって言ったらあれだけど すごい歴史だなと思ってて、うんうん、だからなんかそれのことをなんか今回小説書いてて自分ですごい思ったのか自分で丸つけたいと思ったんですけど、でもなぜこう解散したのかっていうと、もちろん彼らがね本当だったら理想の形ってあったんだろうけど、でもまあ年を重ねてきたし、あの40代過ぎて40中盤とかになってきて、うん、やっぱ人って背負ってるものがいろいろ違うから、うん、そこによってこう考え方も変わっていくのかなと思うんですけど、彼ら5人だけだったら本当はピュアだと思うんですけど、でもそこになんかいろんな大人たちがいて、でだ僕がここでもその、うん、あの謝罪放送の時に言葉を言わされたっていうねっていうことも書いてるんですけど、僕でもそこでもすごく書く時に思ったのが、向こうにも正義あるんですよ絶対。やっぱプロダクション側にも絶対正義があって、管理する方からしたらやっぱりそれは許せないだろうと思う気持ちもすごい分かるんです、会社側としては。その気持ちも分かるんだけど、そこがぶつかって崩れてしまったっていうのが一番大きいとは思いますけど、うん、でもなんか、うん、なぜ亡くなったのかって言ったら、なんかそれが必然だっ
ったのかなって、うん、もうねそんなことなくてほしいって当然思うんですけど、うん、でもそれがあったことによっておそらく救われた人はめちゃくちゃいると思うんですね。それがあったことによってあれがあったことによってみんなめっちゃ疑問になったと思うんですよ。何テレビでこんなの流れてんのって思って、まあ、葬式って言われましたけど、うん、でもあの時に世の中の人にいっぱいハテナがついておかしいじゃんおかしいじゃんおかしいじゃんと思ってそれがいろいろ溜まってってで去年とかその一昨年ぐらいからのこの流れが変わってったのかなと思うって感じですかね、うんうん、この1年のジャニーズの騒動は鈴木さんはどういうふうに眺めていらっしゃったんですか。僕はその性加害云々ってことは被害者の方と、うん、それが明るみに出たことによって、まあ、すごい勇気だったし、うん、だから自分たちも正直そんなこの業界に働いててそういう噂って耳にしてたと思うんですよ絶対みんな、うん、だけどなんかそこに対して本気誰も本気じゃなかったっていうかだけど誰も本気じゃなかった裏ですっごい悲しんでる人いっぱいいて、うん、でも誰も本気になれなかったっていうことの罪の意識ももちろんありますそこはやっぱ本当だったんだなっていうことを誰かがもっとめくるでもめくる勇気もなかったっていうその日本の凄さ、うんうん、だからさっきも言ってましたけどなんか北朝鮮とかこととかフィリピンの芸能界のこととか起きて、うん、意外といやいや日本の方がすげえじゃないかっていうことが起きてるっていう、うん、ところで言うとあとは僕はそのことによって一番のそのメディアとプロダクションの関係っていうことが大きく変化していって、はい、90年代のうちに、うん、そしてまた今回大きく変わってほしいなっていうのが一番強く思うことですから、ねうんうん、実際も劇的に変わってますか今ってどうですか。劇的に変わってきてると思いますけど、はいはい、思いますけどまたそうでもない部分もあって、あ、そうですか。まだ気を使ってる部分もあるし、うん、でもこれをもし1個大きく変えるとしたら今、うん、テレビにおいてでもですけど、はい、1人スターが生まれることですね、うんうん、1人スターが、うん、スタート者以外からすごいスターが生まれてきたらこのバランスって変わると思います。あ、うん、だから僕はナンバーワンに期待してるんですけどね、うん、やっぱ平野紫耀のスター性って半端ないし、うん、それにおいてあのナンバーワンの楽曲とかも最近の曲もいいし、でもああいうグループというか、うん、なんか他のスターが男性のスターが生まれきた瞬間に、はい、テレビの人は絶対そこを向くので、うんうん、やっぱこうそこに向くのがテレビじゃないですか、うん、いやなんか新しいスターが生まれてきてほしいなって本当に思います、うんすごいですね。でもスマップってこう扱っていたものが、いや当然なんですけど、あれだけのスーパーアイドルだとその社会への影響とか、うん、単にその視聴率がどうとかそういうギャラがどうとかっていう世界じゃなくて、動かして多分経済も広い意味ではものすごい世界でしょうし、うん、なんか、うん、それに携わられてたって本当すごいなと思いますし、その知見って多分次の仕事で他に持ってない、他の人が持ってない経験ですよね。なんかあの、うん、木村君がパラパラブームっていうのを起こしたんですよ。あのスマップスマップのコントの中で、うん、パラパラの曲を踊るっていうコントがあって、はいはい、それでパラパラブームが起きたんですけど、うん、それ俺がタワーレコード行って、はい、ブザータ CD 見てたらクソダサいなと思って曲があって、はいはいはい、パラパラみたいな、ね、このクソダサいものを、はいはい、木村拓哉が踊ったら面白かっこよくなるんじゃないかって思って、はいはい、やってコントは当たるんですけど、そしたらパラパラブームが起きたんですよ、うん、だからそんな自分の言ったらタワーレコードの思いつきからすごいパラパラブームが起きたから、なんかその自分の中それはもう本当ちょっとですよ、ちっちゃいことなんですけど、なんかやってったこと一個一個でブームが起きたりとか、うんうん、世の中が変わっていくっていうのは、だからスナップっていうこのフィルターがとてつもなく世に噴射するものが強すぎる、うん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 、だからそれは面白いよなと思いますね、うんうん、なるほど。メディアってすごい刺激があるんで刺激中毒になっちゃって、だからなかなかやめられないんですよ。だけどまあサクッとやめられて、今後 VC としてどうしたら鈴木さんその人生
ああ VC になってよかったんで楽しいですってそこまでのこう ちょっと中毒性のあるこう刺激だったらなかなか超えるのってなかなか現れないじゃないですか。サイバーエージェント作るぐらいの大きいことサイバーエージェントあれですけどサイバーエージェントを作るんですあれくらいので、やってないと、うん、それがどのくらいかかるかわからないですけど、まあ、サイバーエージェントを作るぐらいのものじゃないとダメなんじゃないですかね、うん、上場する企業を一発作るみたいな一発じゃダメでしょうね上場する企業を一発だけだと多分ダメだと思いますそれあの企業を成長させたいっていうそのいわゆるファンドのイメージなのか、はい、あるいはそのやっぱり根っこはエンターテインメントをやりたいっていうことなのかその辺のなんかこう目指してる世界ってどこなんでしょう。エンターテインメントをやりたいんじゃなくて、はい、僕はなんか自分の人生をエンターテインメントに行きたいですよ。で自分の人生をエンターテインメントに行きたいんで、うん、ここからテレビやめて僕が上場企業とか仮にサイバーエージェントみたいな企業を作れたとしたら、はい、僕の生き方がエンターテインメントなんで、うん、だからエンターテインメント結果生き方がエンターテインメントでありたくてだからその企業エンタメを別にやりたいわけではないですね、うんうん、生き方が面白ければいいです。あ、はい、そこにはその金を稼ぎたいとかっていう欲はあんまりないんですか。金が入ったらいいですけど、うん、金が入ったらいいですけど、まあ、その結果なんで、うん、金を目指していくと絶対金稼げないんで、うん、だから そこよりも単純にその中で自分の中で面白いやついるんですよ。何人か出てきて、うん、うわお前面白いなってやつがいて、うん、それとの出会いだったんだ今までもずっと、はい、なんかそこにベットしていきたいっていう感じですかね、うん、それってあの例えば1年後とかこういうところに投資してみてこううまくいったとかこう失敗しちゃったよみたいな話とか聞けたりするんですか。失敗してたら言えますね、はい、でうまくいってたらいいと思います。でもありがたいことにこれ言っていいのかな、なんか自分がこれまで5年、5、6年で結構良くなってきた企業とかいるんですよ、うん、で企業良くなってきた企業とかが俺に言ってきてくれて、おさむさんファンドやんだったらここのシリーズで入れていいですよとかって言ってくれるんですよね、うん、なんかそういうのが普通だと絶対ありえないステージとかでも、はい、なんかありがたいことにこの本当6、7年でやってきて結構調子いいところもあって、うん、そことかがなんかね優しさで言ってくれたりして、うん、よかったあの時ご飯を奢ってみたいな、 なんか、うん、でもねなんか分かんないですよ。だから何がどこで本当にこう花開くか分からないから、はい、うん、でもそういう意味でいくと結構他の VC とかとは絶対違うアプローチを僕はしてるの で、ね、なんかそこはすごいオンに感じてくれてるかなっていうのは思います、うんうん、いやどううまくいくかはもちろんこの段階ではわからないですけれども、鈴木さんのそのご経験とか人脈とかこうそれこそそのいろんなものをスマップ含めてプロデュースしてきたわけですから、そのプロデュース力っていうのはいろんなところにある VC とはまた違う強さですよね。もちろん そういうプロの VC が持ってないものもあるかと思うんですけれども、なんて言うんでしょう、活躍するポテンシャルってすごくありそうな、いやそう思ってくれたら嬉しいですし、はい、うん、こうやって後藤さんにそんなこと言ってもらったら、うん、それが宣伝になるし、やっぱ自己暗示みたいなもんなんでこんな、うん、自分が才能あると思い続ければ才能も膨らんでくるでしょうから、うん、だからあのそうやって言ってもらったりとかすると、はい、うん、あと人に言ってもらってこう自分の良さに気づいたりしますよね、うん、自分の良さって自分で気づけなかったり、うん、だからあの自分がファンでいいんじゃないですかって言われないと自分がああと思わないし、はい、なんか自分の良さってなんかこう人に言ってもらって気づけるみたいな、はい、うん、これでもその失敗したやつほど言いやすいっていうことですけど、あの例えばリハックとかで1年後とかにちょっとどうなったかチェックしてみましょうと、ファンドの運用実績ファンドのでいや、いやでもそれこそその、あの VC って一体どんなことをしてるのかとか分かりにくいじゃないですか。で本当にですね、うん、俺放送作家ってどんな仕事してるのって未だに言われるんですけど、はい、それ以上にこの VC でファンドって言葉をですよ、はい、うん、テレビ局のあるテレビ局の超ヒットメーカーに何やんのって言われてファンドって言った時に最初に出てきた言葉は村上ファンドなんですよそのぐらいイメージが悪い、イメージが悪くて、だからそういうのもちょっと変えたいなと思ったんですよね、うん、あまりにもみんな知らなすぎて、うん、いやでもそれこそその鈴木さんのファンドがであれば、こう例えば失敗した事例を出すなんて普通恥ずかしくてできないわけですよ。でもそこに真実というか VC の本当の姿が隠れてたりするわけです、うん、成功事例ばっかり見ても多分真実ではなくて、うん、そことかもし話してくださるのであれば、うん、それ自体がもうコンテンツとしてめちゃくちゃ価値があるし、
なんか それちょっとぜひやりましょう。あの例えば僕が今までエンジェルで出てきたからやっぱ失敗したなと思ってるのがあって、単純にほうれん草が遅いやつってダメだなっていう、もうシンプルですけど、やっぱできるやつって連絡早いし、開始いいんですよ。でも才能あるなと思っても、LINE1 日遅いとか返事が遅いとかってやつってやっぱダメだなって、今の僕はですよ、そうじゃないやつもいるのかもしれないけど、でもなんか今自身僕はそう思ってたりとか気づくこともあったりとかして、なんか細かいですけど、でも多分1年経ったらめっちゃ言えると思います。高橋さんほうれん草めっちゃ遅いんで、あの出資しないで、だからパトカー出資しない絶対報告できないから。遅いっていうか、もう返事も来ないとかもありますからね、半年後ぐらいですね。菅田将暉も返さないといけない。菅田将暉も LINE1 万件溜まってるって言ったんで、あれはもうあの向いてないです。いけ迷惑で、すいません。いやでも本当そのスマップに限らず、まあ、今日スマップの話ばっかりになっちゃいましたけど、業績としてはですね、まあ、いろんな番組手掛けてきたじゃないですか、それこそそれってなんかこう経済に絡んでたことってめちゃくちゃ大きかったんじゃないかなっていうふうになんか感じましたね。そうですね、基本はね、僕は外食産業をいかにバラエティにしたかとかね、結構いろんな帰れませんって番組やったりとかするんですけど、そうです、外食産業を、ね、バラエティにする、工場見学とかありましたよ、だけどあの多分初めてなんですね、いろんな番組において、外食をエンタメ化するっていうのは確実に僕自分の実績としては、もし、ね、履歴書があったら書きたいなと思うぐらい、だってね、帰れま10っていう番組に当たってびっくりドンキーやった時に連絡来て、夜工場から肉がなくなったって言われたんですよ。マジっすか。おい、次の日にファーストキッチンとか行った時に垂れ幕があって、帰れま10でやりましたって垂れ幕があって、ランキングが店中に貼られてた時に、この中動いてんなって思いましたよ。帰れま10はどういう流れで企画、あれ思いつかれて、帰れま10はその時に僕は TGC 東京ガールズコレクションをもともと作った、社長がいるんですよ。そいつと月に1回ご飯、何ヶ月に1回ご飯を食べた時に、ちょうどワタミとかが、15年ぐらい前ですね、居酒屋から脱却しておしゃれ居酒屋になってランチとか始めたり、要は女性が今となったら当たり前ですよっていう前は、もっとやっぱりワタミとかああいうとこも居酒屋だったんですよ。なんですけど、それで、その人と打ち合わせしてる時に、20代の人にアンケートを取ったら、テレビを見てない時間に何や、テレビを見なくなったの最近で、テレビを見ない時間に何やってるでしょうっていうクイズ出されて、俺がブログとかって言ったら、テレビの人ってやたらとネットのせいにしますよねとかムカつくこと言われてで、正解はっつって居酒屋でご飯を食べるでしたって言って、おさむさん最近居酒屋行ってますって言われて、行ってないって言って、とにかく居酒屋とかがそういうお店がおしゃれになってすごい女性が行ってんだって言われたんですよ、で言われてそのまま会議行ったんです、テレ朝のお試しかって番組で。今こんなこと言われたと、俺は猛烈に腹が立ってるって言って、本当にそんなに居酒屋が流行ってんだったら、今回はワタミですとか、今回は白木屋ですとかって毎回居酒屋とかをタイトルに出してやるゲームを作ろうって言って、そこから帰れま10のゲームを会議で作ってやってみたら、初回からめっちゃ数字良かったですよ。だから本当に、ですごいのがテレビでは全然そんなこと報道されてなかったんですよ。テレビのニュースとか番組でも今居酒屋がブームなんて言ってることやってなくて、やっぱテレビって相当本当に遅いんだなって、まあ、今はねネットが相当流行ってきたんで変わりましたけど、からそれがきっかけでしたね、でもあれがきっかけで一社の番組を60本やるみたいになかったんで、本当にすごかったですよ、未だにね。でもあの番組面白いのが、来週、木村拓哉君で長州丸、僕そこの会までやってたんですけど、3月いっぱいで、会議で何見るかっていうと、今年1年 の売り上げあるじゃないですか、はい、企業の、であれを真似して作ってる番組って絶対うまいことできなくて、なんとなくガスト流行ってんだろうとかってやってるんですけど、全然違って、この1年特に半年の売り上げの成績を見て、売り上げが上がってきてるかどうかってだけをチェックするんですよね。それを見て、あ、売り上げ上がってきてんねとか、売り上げ下がったなとかっつって、上がったとこ、上がり始めたとこをやると本当に視聴率がいいんですよ。売り上げの規模というよりもトレンドに乗ってるかどうか。トレンドに乗ってるからです。客が増えてるからみんな気になる。だけど定番になりすぎてるものって知ってるんですよね、みんな、メニューも当たりだから、だけどやっぱなんか売り上げ上がってきてるから世の中は気になってるはずだって思ってやると売り上げ上がるっていうね。なんか
考えてみたらそうなのかもしれないですけど、放送作家とそのビジネスをプロデュースするセンスって重なるとこ多いんですね。すごい多いと思います。だからすごい放送作家の人で優秀な人でコンサルやったらめっちゃ向いてますよ。やっぱり結局その人の心をどう動かすか、あるいは人の行動をどう促すかっていうことで言えば、それは金を稼ぐことも視聴率を稼ぐことも多分一緒ですよね。だからその重なってるところでも外見上振る舞いは違うように見えるかもしれないですけどね。だから そういう意味では放送作家辞められて VC っていうのは面白いですね本当。なんかだから自分の中でその事例ができたらいいなと思うと、はい、テレビでこうやって僕みたいな人間がこう辞めてこういう世界に行って、うん、もしうまくいったらその流れはできるような気がするんですよ、なんかもっと違うジャンルでやろうとか、なんかそういう形をちょっとなんとかして作りたいなと思うし、僕みたいな人じゃないとなかなか勇気も出ないだろうし、なんかねそんな人が一人ぐらいいてもいいかなっていう、はい、かっこいいっすちょっと話つけないのあと 2,3 回来てほしいですけど、で今日ちょっとそろそろ時間来ちゃった、はい、せっかく書籍が2冊ありますので、1冊ずつどういう本かと内容を教えていただければと思います。これはですね、先ほど言いました、僕がスマップと出会ってから、解散していくまでの話なんですけど、要はその森くんがいきなりメンバーが抜けたり、結婚したり、でもその中で番組がマイケル・ジャクソンを呼んだりとか、どんな風にマイケル・ジャクソンを呼んだのかとか結局僕らと彼らだけじゃなくて、そのプロデューサーとか仲間の話であって、90年代の芸能史でもあるんですけど、さっき高橋さん言ってましたけど、飯島美智というプロデューサー、そしてこの番組に関わっている人たち、例えば5人旅っていう旅行企画があったんですけど、その裏で5人が街で成立するのにどんなことしてたかっていう、例えば彼らは運転しながらスポンサーのことばっか気にするんですよ、セブンイレブンの CM やってるからセブンイレブンしか入れないです。セブンイレブン入って絶対旅行雑誌買うはずだっつって、その旅行雑誌を全部買い占めて、絶対 USJ 行くって言うはずだと、 USJ の CM やってたの、だからその USJ のところの全部連絡先が広報につながるように張り替えたりとかみたいなことを、全紙ですよ、どの雑誌を買うかわからないんで全部買い占めてコンビニにお願いしてやってもらったりとか、まあその苦労はすごいんですけど、もっともっといっぱいあるんですけど、そういうなんか本当ねプロフェッショナルとかプロジェクト X でもやりそうな話で、最後解散していって終わっていくときに何があったのかって話なんですけど、結構その僕と彼ら5人と飯島さんと男たちの作り手の物語、どうやったらあんな番組ができるのかっていうか、作り手も S 級だったって話なんですけど、しかもそのうちのプロデューサーがこの間死んじゃったんで、亡くなっちゃったんで、そのプロデューサーが亡くなっちゃった、亡くなんじゃないかなと思いも込めて、愛を込めて書いたんですけど、このなんか本当の仕事がこうメンバーと膝ね付き合わせてやってきた人たちの大人の男の物語と思って、結構アイドルの本と思いがちなんですけど、結構ビジネス書だなと思って作ってます、これはこっちもそうなんですけど、これは実録で書いていて、テレビで起きたことのテレビエッセイってあんま正直面白いの見たことないです、テレビゲームで。今回もうテレビ局の人全員実名で書くっていうふうに決めてですね衝撃の事件も全部起きてるんですけど、ここに伝わるのはこっちもプロフェッショナル、面白いものをいいものを作るにはっていうこだわり尽くした人たちと、僕が番組でですね、金スマって番組とめちゃイケって番組の間に挟まれてノイローゼになった話があるんですけど、一体なんでそんなことが起きるのか、こんなことにこだわんのみたいなことと、そういう話が書いてテレビ界の融合をやめるから書ける話です。こう文春でずっと連載してたんですけど、相当面白いと思うんで、こちらの2冊ぜひ、あ、ちなみにこちらは僕全額募金してますんで、ノットの自信に、僕スマップスマップで番組は最終回まで募金をしてたんですね。なんでこれは僕の最終回だと思ってますんで、僕の著者印税をこちらは全額募金してますので、ぜひお買い求めいただければと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。最後のテレビ論は TBS の阿部さんとあのフジテレビの片岡さんってヤバい人たちの実名エピソードとか、あとこっちは本当に飯島美智さんって本当はビジネスパーソンがいろいろ知ると面白いんですけど、一切本当に出てこないですからね、その人の思考回路とか出てこないです。だから最後に飯島さんは何にも言ってないけど、こんなにあの人の名前を書きまくって消えられるんじゃないですか、大丈夫ですか、多分怒ってるかもしれないだけど、なんか一個その記録としても、飯島美智という天才の記録としても両方とも書いてますんで、ぜひ皆さん買い求めていただける、そう
ね、南波さんとか女性リーダーはあれですけど、飯島みっちっていう女性リーダーが実はいたんですよね、うん、闇に隠れて。そう、ぜひお買い物お買い上げいただければと。いや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。なんか最近ここ鈴木さんいろんなところで出てた YouTube ってこう過去を振り返る話が多かったんですけど、今日は割とこれからの話が多かったので、鈴木治さん 2.0 の1階の表みたいな感じだったと思う。でもあれですよ、はい、その後藤さんがいろんなところで話して、僕結構 YouTube に出るときになるべく被らないように話してるんですよ、はい、いろんなところでなるべく被らないような話をしてたんですけど、うん、後藤さんが煽るもんだから俺絶対しないと決めてた、はい、ゴロちゃんの逮捕なんですあんなことを煽る前にいろんなところで話してますもんね。嫌な作戦を使うでしょ。後藤さん事前に楽屋にちっちゃいこと言うみたいな、そういうことを言われるとね、やっぱ僕もじゃあしたことない話をしようかってことを言っちゃいます。やっぱよかったいやでも1年後とかぜひ聞かせてください。ぜひぜひぜひ。ベンチャーキャピタルの話を。もちろんです、はい、絶対に面白い話になると思います、はい、じゃあそこで続編ということで、はい、引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとこうライブに会いたりしながら、お話をさせていただきたいと、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。